じゃあ、ラスト。あ、じゃあ残ります。はい。じゃあ、まずいてもらって、はい。アクティビティしながらとかでもいいし。すぐに始める必要はない。頑張ってんじゃん。置いとくよ。おい。ありがとう。眠そう。うん。もう2時だよ。でもやめて寝たらいいんじゃない？穏やかだね。そうね。だって俺は、うん、今急いで勉強する必要ないし。え、なんでさ、それでさ、東大受かったの？なんで？まあ、頭がいいからかな。なんでさ、うん、もうだってこれからもさ、きっとさ、お兄ちゃんはさ、すごい会社とかにさ行くんでしょ。まあ多分そうなるだろうね。すごいよね。ああ、ありがとう。競争を知らぬ顔をしているよね。なんか気づいたら東大行って、気づいたら結構成績もいいからね。いいな。大丈夫だって。だってさ、うん、俺たち、うん、東大じゃん、うん、音も頭いいし、うん、おかんも頭いいじゃん。その血を引いてるわけじゃん。美穂も絶対にできるって。東大くらい余裕だって。いや、いるんだよバカが、家計のどっかに。それは覚醒遺伝みたいな話。覚醒遺伝、そう。私になんか、なんかの知らせが来たから、こうやって遅くまで勉強してんじゃん。なるほどな。毎日相手に対してどう思っているか、うん、美穂さ、うん、別にさ、うん、東大入ったってさ、幸せになれるわけじゃないぜ。なんかお前今しんどそうだよ。それさ、お兄ちゃんから言ってよ、お父さんに。あのさ、うん、俺から言っちゃダメだと思うんだ。
だって俺は美穂の人生をだってどうこうできる人間じゃないもん。自分の人生は自分で何とかしなきゃ。あ、おとんが何か言ってきたら、うん、なんか後ろにはいるよ。かも。怖いんだよね、お父さん。モノログしていいです。わかんない。ならさ、うん、なんか昔みたいなさ、女は大学なんか行くんじゃねえみたいなさ、世界があったじゃん。あったね。なんかもうもはやそっちの方が良かったんじゃないかなと思うもん。バリバリ勉強してさ、お医者さんになってさ、収入が安定してさ、みたいなのが幸せみたいなのって、なんか結局変わってない気がする。結局押し付けてんじゃんって。女は大学行くべきだっていうのと、女は大学行くんじゃねえっていうのって変わんないじゃんってことをいつもお父さんに言いたいんだけど、今日言えよ。お父さん帰っ、お父さん帰ってきたらさ、うん、美穂の口から今日言っちゃえよ。兄ちゃんさ、うん、来週家出るんだ。うん。うん。一人で。うん。なんでよ。これはお父さんには言わないだな。お母にも言ったんだけど。うん。彼女と同棲すんだ。え、嘘。まあまあいいんだよそれは。え、だからさ、うん、もう美穂の手助けもあんまりしてあげられなくなるから。そりゃ自分の驚き潰さないでいいよ。なんか突っかかっていいよ、驚いたら。え、もうもうやだ、もう全部じゃん、全部じゃん、お兄ちゃんが全部じゃん。なんでなんか勉強もじゃん、勉強もさ、お兄ちゃんだしさ、なんかその恋人がいてさ、幸せみたいなのがさ、お兄ちゃんだしさ、お母さんがさ可愛がってんのもさ、お兄ちゃんだしさ、なんかさもう半分じゃないじゃん。やっぱ覚醒遺伝じゃん。でも美穂は可愛いからいいじゃん。いや、意味わかんない、意味わかんない。だからなんか素敵な旦那さんかなんか見つけることだってきっとできるしさ。なんかその全部可能性の話なのがムカつく。美穂は昔はさ、うん、まあ、昔からお兄ちゃんお兄ちゃんって言ってくれたけどさ、何でもさ自分からチャレンジしていったじゃん。私ダメだとかさ、私なんてみたいなことさ、うん、お前それ言い出すようになったの受験始まってからじゃん。そうだね。俺さ、うん、そんなお前見てんのもうしんどいんだよ。誰かと比べてさ、うん、人羨んでさ、
兄貴ですら、身内ですらなんか自分の敵だと思ってさ。俺は、美穂に幸せになってほしいと思ってるし、まあ、正直、しんどいから家出てくってのもあるんだけどさ。どう感じる？クレーン。どう思う？家出る理由に、私が嫌だからってのがあるってこ重いんだよ。と？何を思いって。美穂は、俺は何の苦労もないし、何も悩んでも何でもないと思ってんだろ？俺だっていろいろ悩んでんだよ。うん。あ、そうなんだ。でも、何？お前にとって俺はスーパーマンだろ？何でもできると思ってんだろ？のびのびニコニコ育って羨ましいですねって思ってお前はさ、る。うん。親からさ、ずっと重圧受けてくるようなさ、言い方してないからさ、わかんねえんだよ。え、受けてるじゃん。現に受けてるじゃん。お前さ、テストがさ、100点しか取れない人間の気持ちなんかわかんのかよ。98点になっただけで、俺、めちゃめちゃ怒られたんだぞ。乗っかってて。俺もう降りれないんだよ、このレールから。お前は自由じゃん。わかった、じゃあ、降りるわ。今日お父さんに言って、もう受験やめますって、なんかよくわかんないけど、なんかお前が羨ましいって言ってる人生送るわ、私は。ざまあ。自暴自棄になんじゃねえよ。違うって。俺はお前に幸せになってほしいの。行動して、エンディング30お分。前がしたいことやれよ。なんだろうよ。ある。兄ちゃん、自分ができる限りは、いや、もうお前絶対お前に手助けするから。わかった。美穂、お前何したいんだよ。受験したくない。どうしたいを見つけて。父さんに言って、ここ出て、受験のために部活をやめろって言われたことが私は一番嫌だったの。そうだな。だからまた、わかんない。なんか、いきなりプロとか難しいのかもしんないけど、私は、どこでもいいから、のびのびソフトボールができるところに行きたいですっていうことを今日お父さんに言いたいので、手伝ってもらってもいいですか？何急に敬語になってんの？手伝うよ、バカ。ありがとう。Okay, thank you. Okay.